最初モーニング娘。したのはアサヤンですね。あのとにかくテレビっ子だったのでテレビをよく見てて、でそのモーニング娘。っていう存在を知る前から歌は好きで、やっぱり歌番組をメインで見てたので、その流れでアサヤンっていうテレビを知って見始めたのがきっかけで、そこでモーニング娘。っていうものを知りました。いや、ただ単にあの本当に一ファンみたいな感じで、初めて自分のお金で買った CD がモーニング娘。でした。オーディションを受けたきっかけっていうのが、あの友達なんですよ。だからそのテレビを見て受けようって思ったわけではなく、友達が同じようにテレビを見てて受けたいって思った友達がいて、その友達に一緒に受けようっていうふうに言われて受けたのがきっかけで、まさか自分がもうこう入れるっていう頭もないし、アイドルになるっていう、なれるっていうことがまず考えられなかったので、自分からは受けようっていう気持ちにはならなくて、その友達の言葉がきっかけで初めてこう履歴書を書いて送ったっていうのがきっかけ で、それもずっと忘れてて、受けようって言われて忘れてて、期限の2日ぐらい前に友達に送ったみたいな感じで言われて、え、送ってないってなってギリギリで送った感じです。最初一次審査の合格は電話できたんですけど、それも履歴書を送ったってことを忘れてたので、送って1ヶ月後ぐらいだったかなに連絡が電話できたんですけど、ちょうどそれを私が受けたんですよ。ちょうど受けて、なんかおじさんがなんかよくわかんないことを喋ってて、あ、怖いと思ってお母さんにちょっと変な人から電話がかかってきたって言って、お母さんに代わって合格ですみたいな感じでした。合宿は初めてお母さんからこう離れて、なんか独り立ちの時みたいな感じだったので、でも普段お母さんがいないと本当にダメなタイプだったんですけど、その時は全然なんか迷いもなく合宿に参加できたかなっていう感じで、そうですね、でもきつかったです。合宿は歌も上手じゃないし、ダンスもやったことないし、もう他の10人いたんですけど、私以外に9人いて、割と9人の人はすごい歌もうまかったりダンスの覚えも早かったり、いや、そういうのを見てて正直無理だなって思ってたし、あ、この子受かるなっていうのがなんとなくこう自分の中で分かってたりしたので、そうですね、諦め半分希望半分みたいな感じではありました。ただまあヨッシーが割とダンスの覚えが悪くで、なんかお互い励まし合って、自分だけじゃないっていうところもあったので、そこはまあある意味頑張りにつながったのかなとも思います。もともと4期メンバーは3人合格っていうあれだったんですけど、で私10っていう10番目の数字だったんですよ。で1からこう順番に合格発表されていって、で自分の前にもう10だったんで、自分の前に3人選ばれて、今回の4期メンバーはこの3人ですっていうふうに発表されたので、もう1回落ちたっていう気持ちになって、もう真っ白な状態、頭がもう真っ白な状態になり、
で、その後につんくさんが来たのかな、なんかつんくさんが来てくれたのかな、で、もう一人っていう風な感じで発表があったので、その後の記憶は本当になんかもうあんまり覚えてないですね。喜びより驚きだし、学校どうしようってまたそこで思ったのを覚えてます。家族は泣いてました。その合格発表してそのまま家に朝やのカメラが来て家族を取材みたいな感じだったと思うんですけど、お父さんとお母さんは多分その時携帯も持ってなかったので、本当にカメラが来て初めて知ったみたいな感じで、もうなんかバシバシ叩かれて泣いて喜んでくれた覚えがあります。ヨッシーはさっき言ったようにダンスが覚えが悪いけど、でも綺麗だし、うん、なんか垢抜けてるな、綺麗な人だなっていう印象で、まあ、リカちゃんはすごいやっぱ声に特徴があったので声高いなと思って見てたり、でアイボンに関しては第一次審査の時から結構目立ってて、で同い年っていうのもその時にしてたんで、わすごい子がいるな、派手だなみたいな印象はありました。合格して次の日にもうジャケット撮影だったんですよ。なのでなんかもう気持ちの切り替えとかもうよくわからないままあのスタジオに入り、でそこで初めてメンバーと会ったんですけど、でもやっぱりまだ小学6年生だったので、なんか上下関係、クラブ活動、中学のクラブ活動とかもしてなかったんで、なんか上下関係っていうのがあんまりわからないくて、モーニング娘。を前にした時になんか本当にファンの一人みたいな感じで、でカオリーを見て、あの歌番でよくナイスバリバリってやって、なんかポーズが止まる、面白いポーズでカオリーが止まってたのをやってやってみたいな感じで言っちゃったのを覚えてます。カオリーはやってくれたんですよ、やってくれたみたいな感じで、そう優しいって思いました。リズムカオリーですよね、変な動きするなって思いましたね、正直。なんかは N2、N3、N4、N みたいな感じでリズムを教えてくれたんですけど、なんかそんな1、N2、N3、N4、N なんて今まで聞いたことないしそれをなんかまあカオリンのこう更新する、わかります、カオリンがよく更新すると斜め上を見て更新するんですけど、そのなんか香り方面を見ながら N2N3N4N ってやってる顔が未だに忘れられないです。あと結構香りと絡むこととか歌中でもその他でも結構あって、そういうところでちょいちょい突っ込んだりはしてました。ひどかったなと思います。いや本当にひどかったなとしか言い表せないぐらいひどかったなと思いますね。で今娘が10歳の年で、本当に再来年自分がモーニング娘。に加入する年になるんですけど、娘がすごい落ち着いてるので、それとこう
比較しちゃう自分が最近いて、いや、なんでああなったんだろうなってすごい自分で一番不思議になったりします。はい。コンサートが最初すごい苦手で、本当に覚えられなくて、コンサートをやるたびに怒られてたので、なんか決められた場所に行って決められたことをしてっていうのがすごい辛かった時期が、割と最初の方はずっとそんな感じで、だからその初めての武道館のコンサートも確か3回あって、2日間で3回とも恋のダンスサイトの最後ギュッてみんなで三角形で集まって決めなきゃいけないところに戻ってこれなくて、一人であーって走ってて、その時にで夏先生にすごい怒られた記憶があって、そっから結構トラウマですね、コンサートは。他にもマイクを持たないでステージ立っちゃったりとか、靴を人とみんなと違う靴履いてステージ立っちゃったりとか、なんかもういろいろ失敗をしすぎて、最初はすごいコンサートっていうのが嫌だなって思ってたんですけど、でもだん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 やっぱりこう経験を積み重ねていくにつれて自分にも余裕が出てきて、で頭が悪い分頭で覚えられないんですけど体で覚えられるんですよ。だから数をこなせば体が覚えていくので、その体を覚えていって頭で考えなくても振りができたりとか配置に行ったりとかっていうのができるようになってから、こうファンの方たちとのコミュニケーションが取れるようになってきて、もうそれがすごい楽しくて、だもう本当急にそれができるようになってからのコンサートの好きってすごい思うようになりましたね。もともとミニモニの前にタンポポとプッチモニが結成されて、でそこでも自分だけ入ってなかったのですごいショックで、はあって感じだったんですけど、そこでそういう気持ちのままミニモニがやっぱりできたのですごい嬉しくて、そこは本当 お父さんがちっちゃいんですけど、お父さんに感謝しました。ちっちゃくてよかったと思って。結構髪型と衣装で気持ちが切り替えられるタイプだったので、そんな戸惑いはなくできたかなとは思うんですけど、でもやっぱりミニモニはミニモニで大変でしたね。いっぱい怒られたし、やっぱ人数が減った分自分に与えられることも多くて、キャラクターみたいな感じだったので結構動きとかもハードで、ダンスレッスンとか結構本当にきつかったです。最近見たんですけど、ちょうど、いや、やっぱすごいなと思います。なんかネジで動いてんのかなって、この4人は電池式かなって思うぐらいやっぱ素早い動きをしてて、アインダンスの歌っていう志村けんさんと一緒にやらせてもらった曲があるんですけど、その曲は本当にこうアップテンポの曲で常に飛んでるみたいな、それをちょっと見返して今思うとできないって思います。でもミニモニは本当にいろいろなことをやらせてもらって、ミニモニだけじゃなくミニハムズっていうハムスターになったりとか、それ以外にもなんか101匹ワンちゃんになったりとか、なんかミニモニの中でもいろんな違うキャラクターに変身させてもらったりとか、
あとはもう本当にグッズがたくさんあって、なんかそういうのを街で歩いて身につけてくれてる子とか見るとやっぱ嬉しくなったし、なんかミニモニで初めて辻かごっていうのが改めてこう前に出してもらえたユニットなの で多分じゃんけんぴょんよりもミニモニテレフォンリンリンリンっていう曲で辻ちゃんですかごちゃんですっていうフレーズがあって、そこから結構こう辻ちゃんかごちゃんみたいな感じでこう前に出してもらったので、きっと本当ミニモニのあの曲がなかったら今辻ちゃんって言われないのかなとか思いますね。仕事とプライベートの境目がよく分かってない感じはありましたね。でやっぱりなんかキラキラな世界にポンって入れられて入って、なんかテンションが上がってる自分たちと一人じゃない安心感、この辻かごっていう一人じゃない、なんか一人が何かをしても二人で怒られるみたいな、もう辻かごっていう辻かごさんみたいな感じで、辻かごが一人の人物みたいな感じで割と周りの人たちがこう扱ってたっていうか接してたので、怖いもの知らずっていうのはありました。初めて卒業っていう経験をしたのが中澤さんの卒業式で、いやなんか卒業式って絶対泣かないと思ってたんですけど、なんかもう本当にもうワンワン泣いちゃって、こんなに悲しいんだ、メンバーが一人減るってこんなに悲しいんだってすごく思うようになり、もう本当だから毎回それをきっかけに次誰々卒業します、卒業しますって聞くのが本当に辛くて、でましてこう上の人が卒業していっちゃうと頼る人もやっぱり減っていっちゃうから、なんか自分にもこう責任感というかちゃんとしなきゃみたいな、で卒業すれば新しい子が入ってきてみたいな、だからその4期の次に5期が入ってきた時にガキさんが入ってきて、で今まで最年少だった辻かごが最年少じゃなくなるっていう立場もすごい嫌で、なんか最年少取られちゃったみたいな、だから負けじと暴れてやろうみたいな時もあったし、なんかもう卒業と加入とこう結構激しかったりとかしたので、結構こう自分の中でもなんかどうしようみたいなのもあったり、でもその中でもなんか今まで新メンバー新メンバーって5期が入るまで4期がずっと1年半2年ぐらい新メンバー新メンバーっていう扱いだったんですけど、5期が入ったことでその新メンバーっていうワードがなくなったっていうのはちょっと嬉しかったです。先輩っていう感じはなくて、で年も同い年が2人いたので、なんか新メンバーが入ってきたことで年が近いっていうのがあって、その中学校の友達感覚っていうのはすごくありました。なんか中学校の友達と一緒に遊ぶ時間がなかった分、メンバーと友達感覚で仲良くなって一緒に遊びに行くことがすごい多くて、お泊り会したりそう遊園地行ったりとか買い物行ったりとか、結構ほんと5期メンバーとはメンバーとか先輩後輩っていうよりも割と友達みたいな感じでプライベートは過ごしてました。
もともとアイボンとは卒業一緒にしたいねみたいな話をちらほらしてたんですよね。でやっぱりどんどん新しい子が入ってくる中で、で両立も結構難しかったし、でその時ミニモニ、モーニング、WU、なんか乙女組、桜組とか、なんかいろんなユニットが結構もうごちゃごちゃして入ってたので、そうですね、そういうこともあり、うん、2人で結構話しました、卒業に関しては。でもやっぱ1人じゃ不安だから2人でっていう感じですね。ちょっと体調が悪いのもあって、あのみんなでこう楽屋でワイワイとか、こうステージ前にみんなで何かっていうことができる状態じゃなかったので、その楽屋裏の記憶っていうのがそんなにないんですけど、でもあのなかったからこそ結構私 DVD を見たりするんですよ、卒業の。ってなった時にあのもう緊張と体調が悪いっていうのと、なんかもうドキドキと、なんかもういろんな感情で、ステージの時の記憶とかもそんなに正直ないんですけど、その DVD 見返してあの改めて見ると、あの卒業公演って卒業していく人のカラーのペンライトをファンの方がもうみんなバーって出してくれるんですよ。で、あの自分たちが卒業って聞いた時に、そのカラーの色が初めて2人同時に卒業だったんで、今まではこう一人一人の卒業だったんですけど、初めて2人同時に卒業っていうのが初めてだったんで、え、これアイボンだけのカラーだったらどうしようとか結構不安だったんですけど、でも実際こう卒業ってなった時に、本当にピンクと青の、私がもともと青、水色かな あのイメージカラーだったので、ピンクと青のそのペンライトがバーって会場に出してくれてたのがすごく印象的です。しかも多分ピンクと青ってやってる、ね、ノーとアイボンの色なんだよね。すごいね、ありがとう。あの Do It Now が発売する前まで結構太ってたんですよ、私。で、全部衣装で隠されてて隠されてたんですけど、 Do It の近辺で痩せて初めてへそ出しができたっていう曲なんですけど
そう、自分の中ではすごい大きくて、そのへそ出しをできたっていう。なんかいつもカオリンがへそ出してて、いや、いいな、いいなと思って見てたので、そこで初めて夢が叶ったちっちゃい夢が叶ったっていう曲ですね。ミュージックビデオで言ったら、カシマシ物語、それまではずっとスタジオでの PV 撮影だったんですけど、初めてこの電車の中で外で撮影するっていう PV がなんかすごい嬉しくて、でしかも都電だったんですけど、おじいちゃん家が結構都電近辺でよく乗ってた電車だったんで、すごい嬉しくて楽しかったなって思い出は、電車の中でみたいな、斬新みたいな感じなんですけど、それはなんか自分の中で初めてな感じだったので、未だに覚えてますね。いや、なんかもう一言でかっこいいと思います。なんか昔っていうか、その私たちがいた時のモーニング娘。は割とこう誰も共通点がない感じ、今のモーニング娘。はなんか逆にこう昔も昔でいい意味で良かったと思うんですけど、今は今でいい意味でこう一体感がある感じ。なんかもうダンスも揃ってるし、なんかうちらがいた時のモーニング娘。とはもう全然ちょっと違うかっこよさがあるなって思います。なんかテレビとかでも基本的にやっぱ正面から撮ることが多い中で、私が見たすごい印象残ってるのは、上からモーニング娘。のパフォーマンスを撮ってる歌番組を見て、いや、すごいなと思いました。なんか上から見てちゃんとこう形になって綺麗なところが、なかなかこう一列を撮るっていうことが難しいのに、それを一番わかりやすい上から撮られて綺麗っていうことができるパフォーマンスはすごいなと思いました。基本的にあのカオリン前に出ちゃうんでカオリン出ちゃうんですけど、そうそう、そういう子がもう全くいなく綺麗な形だなと思います。あ、そう、なんか多分今の子たちが生まれた頃に私がモーニング娘。だったんですけど、その子たちが今ブログ見てますとか、なんか一人なんか待ち受け画面かなんかにしてる子がいて、でそれは正直本当嬉しかったです。うん、なんか誰この人って思ってんのかなって思ったんですけど、そう、未だにこうブログ見てくれたりとかしてるのはやっぱり嬉しいですね。だから私もこうモーニング娘。のブログよく見たりするんですけど、うん、頑張ってるなって思います。20周年を迎えたモーニング娘。今後も私期待してます。頑張ってください。